モーリス・ラクロワ、マスターピース、ファイブハンズ、REFMP6327、復刻299本限定。今回ご紹介するのは、モーリス・ラクロワのマスターピースコレクション。1989年に登場した人気モデルの復刻版、マスターピース、ファイブハンズ、日本限定299本モデルです。日、曜日、時、分、秒を5本の針で表示するユニークな仕様で、コレクションの中心的存在となっています。一つのリューズで、すべての針を操作することができる、画期的な作りにも感銘を受けます。文字盤は業者仕上げ。ブルー×シェルホワイトのコントラストの美しい、ツートンカラー。ローマンインデックスと、それぞれ個性のあるファイブハンズ。機能性、デザイン性に優れた気品あふれる風貌です。SS ケースはラウンド型。裏蓋は、メカ好きに嬉しいスケルトンバッグです。ノンマークのベルト専用 D バックルを装着した、こだわりが随所に感じられる、マスターピースと呼ぶにふさわしい一品です。ボックス、保証書付属の備品モデルです。モーリス・ラクロワ。2020年で、創業45周年を迎えるモーリス・ラクロワ。それほど長くはない歴史の中で、スイスのマニュファクチュールとして、確固たる信頼を築いています。クロノグラフやムーンフェイズをはじめとする複雑時計を得意とし、その芸術的なデザイン力、技術力、コストパフォーマンスは、世界中の人々に高く評価されています。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに、指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すと曜日、レイトがチェンジ、2段引いて回すと、時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止付きです。サイズ。ラグ幅 20mm。ケース径は約 37mm。リューズ含まず。縦、ラグからラグまで約 42mm。厚さ、風防含む約 11mm です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は、説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。